ディエゴ・ラファイル・モレノは、ベネズエラ・ミランダ州ブリオニ市・イゲローテ出身のプロ野球選手。アメリカ独立リーグ・アトランティックリーグのウェスト・バージニア、パワー所属。2006年8月21日に、ピッツバーグ・パイレーツと契約。2007年、ルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグ・パイレーツで、プロデビュー。 13試合に登板して1勝0敗にセーブ、防御率2.4216奪三振の成績を残した。2008年もルーキー級、ベネズエランサマーリーグパイレーツでプレーし、7試合に登板して3勝1敗、防御率0.8721奪三振の成績を残した。2009年4月30日に FA となったが、6月18日に再び、 パイレーツとマイナー契約を結んだ。A-9 ステートカレッジ、スパイクスで2試合に登板後、A 級、ウェストバージニアパワーへ昇格。A 級ウェストバージニアでは18試合に登板して1勝3敗、ーセー部、防御率3.2057脱三振の成績を残した。オフには、ベネズエランウィンターリーグのアギラス、デルスリアでプレーした。2010年は、 AQ ブレーデントンマローダーズで開幕を迎え、11試合に登板。3勝0敗、防御率1.37と高騰し、5月24日に AQ アルトゥーナカーブへ昇格。昇格後は1試合に登板したが、5月28日に7日間の故障者リスト入りした。6月23日に故障者リストから外れ、6試合に登板したが、試合中のブルペンで、 ファンとキスし、プロにふさわしくない振る舞いとして一週間の出場停止処分を受けた。7月21日に A 級ブレーデントーンへ降格。12試合に登板して防御率0.75と高騰していたが、8月26日に右肩の故障で7日間の故障者リスト入りし、そのままシーズンを終えた。この年もベネズエランウィンターリーグに参加し、アギラス、デルスリアでプレー。 2011年も a 級、ブレーデントンで開幕を迎え、15試合に登板後、5月23日に a 級アルトゥーナへ昇格。a 級アルトゥーナでは7試合に登板したが、防御率4.91と結果を残せず、7月9日に a 級、ブレーデントンへ降格した。降格後は19試合に登板して1勝1敗3、セーブ、防御率1.56と高騰した。 オフには3年連続でベネズエランウィンターリーグに参加。アギラス、デルスリアで17試合に登板した。ヤンキース時代2012年2月19日に A.J. バーネットとのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍。しかし右肘の故障で4月27日にトミー・ジョン手術を行いシーズンを全休した。2013年は前年の手術の影響で出遅れ6月にようやく A。 旧短波ヤンキースで遺跡後初登板を果たした。A 級短波で18試合に登板後、8月3日に A 級トレントンサンダーへ昇格。6試合に登板して1勝0敗、防御率0.9612奪三振の成績を残した。2014年は A 級トレントンで開幕を迎え、5試合に登板。1勝0敗4セーブ、防御率1.29と高騰し、 4月25日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースへ昇格。昇格後は10試合に登板したが、5月31日に7日間の故障者リスト入りした。6月24日に故障者リストから外れたが、7月16日に AA 級トレントンへ降格。AA 級トレントンでは3試合に登板して0勝、0敗にセーブ、防御率0.00の高騰を見せ、 7月27日に、トリプル A 級、スクラントン・ウィルクス・バリエへ最小格。トリプル A 級、スクラントン・ウィルクス・バリエは13試合に登板して0、小1敗、防御率3.10成績を残した。オフには3年ぶりにベネズエラン・ウィンターリーグに参加。アギラス、デル・スリアで24試合に登板した。2015年は、メジャーのスプリングトレーニングに初参加。 トリプル A 級スクラントンウィルクス割りで19試合に登板後、6月22日にヤンキースとメジャー契約を結んだ。同日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。5点ビハインドの7回表から登板し、1回を2アンダム失点に脱三振に抑えた。2試合目の登板となった6月24日のフィリーズ戦では10点リードの9回表から登板したが、 一回を3安打に失点1死球と結果を残せず24日にント,ンリトリプル A 級スクラントンウィルクスバリへ降格トリプル A 級スクラントンウィルクスバリで7試合に登板後7月28日にメジャーへ最昇格同日のテキサスレンジャーズ戦で初回西で降板したクリス・カブアーノに代わり登板直後の2回表に大量11点の援護をもらったモレノは 5.1回を無安打無失点1死球五奪三振に抑え、メジャー初勝利を挙げた。しかし、続く8月1日のシカゴホワイトソックス戦で3回を4安打4失点1本塁打と打ち込まれると、翌2日に右肘の故障で15日間の故障者リスト入りした。8月13日に60日間の故障者リストへ移動し、そのままシーズンを終えた。 この年は4試合に登板し、1勝0敗、防御率5.23だった。オフの11月2日に40人枠から外れ、トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリへ降格した。11月6日に FA となったが、30日にマイナー契約を結び、翌年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年はメジャー昇格はなく、 8月19日に自由契約となった。2016年12月22日、タンパベーレーズとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年の開幕は、参加のトリプル a q ダーラムブルズで迎え、5月9日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 5月24日に10日間の故障者リスト入りし、6月26日に60日間へ移行した。7月27日に、ダンジェニングスとルーカス・ドゥーラの加入に伴って、ィーフとなった。2017年7月29日に、ウェーバー工事を経て、クリーブランド・インディアンスへ移籍した。移籍後は、参加のトリプル A 級、コロンバス・クリッパーズでプレーしていたが、8月26日に、 ビーフとなり、29日にマイナー契約に切り替わった。2017年12月11日に NPB の阪神タイガースがモレノとの入団契約で合意したことを発表した。背番号は48で、推定年俸5700万円の1年契約。ちなみに、球団ではモレノの獲得と前後して、3人の外国人投手の残留を発表した。さらに、 4番打者候補として、ビリン・ロサリを育成を目的に、サワン投手の両ヒコアオとも新たに契約している。2018年には、両除く以上4選手を一軍の戦力として、想定するチーム構想のもとに、オープン戦4試合の救援登板で無失点をマーク。この構想や、一軍で同時に登録できる投手を3人までに、限っている外国人枠との兼ね合いで、 公式戦の開幕を二軍で迎えた。しかし、自身と同じ中南米出身のマテオが、母国に住む夫人の出産へ立ち会うことを理由に4月26日付で、出場選手登録を抹消。一軍が4月28日以降に旧連戦を予定していることを背景に、同日の対広島東洋カープ戦8回裏に一、軍公式戦への初登板を果たした。 その後も3試合に救援で登板したが、マテオの再来日を機に5月8日付で登録を抹消。しかし、マテオが再来日後に右肩痛を発症したため5月27日に再登録を果たした。シーズン終了後ウェーバー工事されたが獲得を希望する球団はなく10月31日付で自由契約工事された。2019年6月。 メキシカンリーグに所属するドゥランゴジェネラルズと契約を結んだ。5試合に先発登板し3勝0敗、防御率5.68の成績を残した。2021年3月15日、この年からアトランティックリーグに加盟したウェストバージニアパワーと契約を結んだ。最速時速153キロメートルのストレートを軸に、チェンジアップ、カーブ、縦スライダーを操る。 Q がマイナー2さんで9.23、MLB2 さんでも7.88を記録するなど、脱三振能力が高い。埼玉西部ライオンズのエルネスト・メヒアとは、同郷の中であり、阪神との正式契約以前にも、メヒアから日本に関する情報収集を行っていた。ありがとうございます。